長崎市の話題をお伝えする知っとく長崎です。今回は春に出かけたい高野木金塊の花祭りをテーマにお送りします。スタジオには長崎市から高野木と金塊の行政センターからそれぞれ浦上京介さん、そして北川光一郎さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。こう見えてって言ったら失礼かもしれませんが、お二人は入社1年目で す、フレッシュなお二人なんですよ、はい、はい、というこのフレッシュなお二人に今日はとってもフレッシュなお花の話題を届けていただこうと思います。もう今長崎市は桜のお花が満開でとっても ね綺麗な街になっていますが、やっぱり春はお花の季節、花に関するイベントを2つご紹介いたします。まずは高野木チューリップ祭りからです。もうこちらは6回目になったんですね、はい、3月24日日曜日午前10時から午後3時まで、今年も高野木阿保地区チューリップ祭り会場で行われます。まずは浦上さんからお願いします。はい、今年も高野木チューリップ祭りですが、40種約5万本の色とりどりの綺麗なチューリップが楽しめます、はい、パッと見た感じがチューリップとは思えないような珍しいものからオーソドックスなものまで様々なチューリップをご覧いただけますので、ぜひ皆様で会場にお越しになられてください、はい、40種類50万本のお花、ほんと綺麗ですねこれ。そうですね、すごい鮮やか、はい、というわけで今年はこのチラシに載っているこのチューリップが全て揃うということになるんですよね、はい、このチューリップは地元の方々が中心となって植え付けをしたり手入れをなさってるんですよね、はいはい、もともとはですね炭鉱の跡地であった場所なんですけれども、うん、地元の自治会の方がですね、綺麗で心休まる場所にしたいという思いからチューリップを植えたのが始まりとなっています。さあそしてスタジオに会場で楽しめるチューリップを持ってきていただきました。ご覧ください、かわいい、綺麗ですね。そうですね、もうよく咲いてくれました、はい、これスタジオに持ってきた時はもう少しこう小さかったんですけど、そうですね、このスタジオの温かさからライトの厚さでね、はい、バッとさっきからこう開いてきましたよね、はい、ライトのおかげだと思います ね、はい、この黄色いチューリップは、はい、大小町と言いまして、はい、明るい本当鮮やかな黄色のチューリップで名前も可愛いものになっております。うん、そしてお隣には赤いチューリップ、これもまたちょっと変わった花びらの形してますね、はい、そうですね、八重咲きのラルゴというお花の名前になります。光沢がある赤色の綺麗な色が特徴のチューリップになります。そしてお隣のピンク色のこのチューリップは、はい、初桜という種類のチューリップになります。初桜ですか、早めに咲くということから初という文字と、桜のようなピンク色綺麗な色から桜というもので初桜という名前になっております。皆さんどれくらいの数のチューリップのお名前ご存知ですかね。本当たくさんあるんですね。そうですね、もうびっくりするぐらいなんですね、はい、他にも会場ではこんなチューリップが楽しめるんです。はい、他にもですね珍しいものがたくさんありまして、4月の初旬頃が見頃になるかと思うんですけれども、はい、咲く時期もバラバラですので、うん、何度でも足を運んでいただいて楽しめるようになっております。本当お名前もそれぞれ面白い。上は白雲ですか。はい、白雲です。白い雲をこう思わせるようなお花っていうことだからですかね、はい、でアンジェリケとか、はい、アケボノとかハウステンボスとか ね、もう花の形もバラバラですからね。まあ、お花って何でもそうかもしれませんけど、球根とか種って、まあ、すごくなんかこう朴突な素朴な感じですけど、はい、うん、こうやって花がつくと本当に色とりどり ね、形も面白くて楽しませてくれますよ ね、 ですね。このチラシには一つ一つのチューリップの名前もしっかりと掲載されてますので、このチラシを持ってね会場に行ってこうやって見て比べるのも ね、はい、ね、楽しいかもしれません、はい、さあまたチューリップ祭りではイベントや出店も楽しみの一つなんです、はい、今年はどんな内容でしょう。はい、昨年に引き続きですね、はい、高野木の保育所の和太鼓や歌ですとか、うん、あとはブラスバンドですね、吹奏楽などのものですとか、はい、あとは三菱重工の高野木工場にあります劇団の座長さんの立花隆二さんによるユニークな踊りが、今年は行われる予定になっています、うん、で、出店の方は、めぐみの会さんによる高野木特産のめぐみの味噌など、はい、地元の方を中心とした20店舗の出店が予定されています。あ、たくさんの方で賑わってますね、はい、うん、
さあ、そしてこのチラシの裏側にですね、ウォーキング大会のお知らせもあるんです。はい、春の景色を楽しみながら、ウォーキングできるイベントになっております。はい、10キロコースはですね、硫黄島から硫黄島大橋を渡り、チューリップ祭り会場を回って硫黄島まで戻るコースで、途中で小柳総合公園の桜を楽しむこともできます。5キロコースは硫黄島島内を一周するコースになっております。当日参加も受け付けておりまして、参加賞も用意してありますので、こちらもぜひご参加ください。春の風を感じながらこうウォーキング ね、 そうですね、気持ちいいでしょうね。はい、気持ちいいと思います。改めて日時のご案内です。第6回高柳チューリップ祭り、3月24日日曜日午前10時から午後3時、高柳阿保地区チューリップ祭り会場で行われます。高柳から硫黄島大橋に抜ける途中ですよ ね、 このお祭りの会場というのはね。はいはい、会場にはですね、無料の駐車場も完備されておりますので、はい、ぜひともお出かけください。では最後に一言お願いします。はい、今回もですね、数に限りはあるんですけれども、はい、花の苗のプレゼントをご用意しておりますので、ぜひ皆様で24日高柳阿保地区に遊びに来てください。ぜひともお願いします。さあ、そしてもう一つお祭りの話題です。北川さん、お待たせしました。はい、こちらは今年で2回目ですね。金海花祭りが今年は3月30日土曜日と31日日曜日の午前10時から金海利根長浦地区で開催されます。まあ、このお祭りは何と言いましても県下最長の土手沿いに咲く桜並木が楽しめるというお祭りなんですよね。はい、利根川の両岸に約 1.5 キロの、咲き誇っている桜の並木があるんですけれども、はい、それはぜひご覧いただきたいと思います。私、満開の時にはまだ行ったことないんですけど、はい、これ圧巻でしょうね。そうですね、美しい。はい、3月31日にはですね、野立て体験もありますので、はい、お茶を飲みながら桜を楽しむこともできます。いいですね。はい、夜はですね、ぼんぼりを点灯しますけれども、はい、これは花祭りに合わせて地元の方が趣向を凝らして、制作した竹灯籠や竹のモニュメントも、キャンドルで綺麗に灯しますので、ぜひご覧ください。夜桜いいですね。はい、まだあの竹灯籠がなんかこうかぐや姫でも出てきそうな雰囲気のある灯籠になってて、はい、いろんな種類がありますので、いや今年は行きたいですね。はい、でこちらのお祭りも地元の方が中心となってやってらっしゃる。はい、そうです。近海地区にはですね、はい、以前から地域おこしグループや、さまざまなですね、自主活動グループがありまして、桜の花や菜の花、紫陽花などの、観光資源もたくさんありまして、はい、そういったグループの活動と自然の資源を集めて一緒にお祭りにしようと計画されたのが今回の近海花祭りです。地元を愛する皆さんの思いがあるお祭りなんですね。はい、でですよ、皆さん、この今近海利根の桜がどうなっているのかね、そこが一番気になるところだと思うんですが、ちょっとおとといの様子撮ってます。ご覧ください。これは3月19日火曜日に撮影してきたものです。はい、もうちらほら咲き、ね、始めてますね。はい、今年は冬の気温が高かったこともあって、はい、もう桜は咲き始めているところもあるんですけれども、近海地区は他の地区に比べて例年1週間ほど遅くですね、桜が見ごろとなりますので、はい、祭りの当日は綺麗に満開になっているんじゃないかなと思います。また土手沿いでね、こう奥には山があってすごく見晴らしがいいので、はい、気持ちよくこう楽しめますよね。そうですね。これはこちらは八代ヶ丘花園の、はい、菜の花畑となっております。ちょっと小高い丘を、ね、上がったところで、はい、近海が一望できますので、コスモスがあって、春は菜の花、はい、ね、本当にいいところなんです。行ってみてください。はい、ちょっとこの地図で場所を確認しておきましょう。3つのエリアがあるんですね。はい、まずイベント会場としましては、はい、利根川の桜並木エリア、八代ヶ丘花園の菜の花エリア、はい、中央公園の体験エリアということで、はい、3つの会場に分かれています。はい、これが長崎市からこういう、はい、国道206号線佐世保に向かう道、ね、この道沿いですよね。すべての会場はね、はい、はい、ですね、会場の近くには近海中学校、近海中部グラウンド、近海クリーンセンターなどといった無料駐車場もありますので、
ですね、3箇所、はいはい、で各会場と駐車場を結ぶ無料のシャトルバスも運行していますので、うん、ぜひすべての会場に足を運んでいただければなと思います。で各エリアではいろいろなイベントが催されるんですね。はい、利根川エリアでは、はい、野立て、先ほど申しましたけれども、お茶ですね、はい、野立て体験や、利根川をね、少し上流まで登っていく、シーカヤック体験などが行われます、はい、また、近海の美しい風景などを、撮影したパネル展示も行われます。近海中央公園では3月30、31日の両日ともに、陶芸、木工、染色、紙粘土、絵付け体験などのさまざまな体験メニューですね、うんうん、こちらが近海中央公園となっているんですけれども、はい、こちらではさまざまな体験ができます、うん、また、3月30日には、桜ウォーキングといいまして、こちらは近海南部文化センターからスタートして近海中央公園がゴールとなる10キロコースと利根川をスタートして中央公園を目指す4キロコースの2つのコースのウォーキングがありますので、そちらもぜひよろしくお願いします。イベントによっては先着順でなくなり次第終了というイベントや体験料がかかるイベントもありますので、詳しくは配布されているチラシまたは近海行政センターのホームページでご確認ください。それでは改めまして日時のご案内です。第2回近海花祭り、イベントは3月30日土曜日と31日日曜日午前10時からです。ライトアップは3月30日土曜日から4月7日の午後6時から午後9時まで予定されております。イベントに参加したりのんびり散歩したり、こう春の訪れを、ね、はい、感じたいお祭りですね、はい、最後になんですけれども、はい、八代ヶ丘花園の方では3月30、31日の両日にですね、300食限定ですけれども、はい、イノシシ鍋を無料で配布しますので、そちらも楽しみにぜひご覧ください。一日を通して楽しめる祭りとなっていますので、ぜひ足を運んでいただければなと思います。今日はこの季節にもってこいのお祭りを2つご紹介していただきました。春に出かけたい高柳近海の花祭りをテーマに、長崎市高柳行政センター浦上京介さんと近海行政センター北川浩一郎さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。